この動画では一過性の虚血発作 TIA の病態と画像診断について説明していきたいと思います。 TIA は救急の現場で携わる技師は出会う頻度が高い疾患で、脳梗塞へと発展してしまう可能性がある危険な病態となります。この動画の目標としては、 TIA の病態について詳しく知ること、そしてTIA の診断や治療方針に必要な画像診断の知識を身につけ、治療方針に有用な画像を適切に医師に提供できるようになるということを目標にお話ししていきたいと思います。一過性の虚血発作 TIA はトランジェントイスキミックアタックの略で、日本脳卒中学会の定義では局所脳または網膜の虚血に起因する神経機能障害の一過性エピソードであり、急性梗塞の所見がないものとされています。神経障害のエピソードは長くとも24時間以内に消失し、脳梗塞のような症状が一過性に起き、それが24時間以内に消失すること、また脳梗塞の所見がないものというのが重要な定義となっています。以前は画像診断で脳梗塞があっても症状が24時間以内に消失すれば TIA としていた時間ベースの定義がありましたが、最近では梗塞層は有してはならないという組織ベースの定義が主流となっています。また TIA は脳梗塞の前触れとよく言われ、 TIA の発作後 10-20% 程度の頻度で脳梗塞を発症し、そのうち約半数は2日以内に発症すると言われています。よって TIA を疑ったら早期に診断の上、原因を精査、治療を開始し、脳梗塞の発症を予防することが重要です。続いて TIA の症状についてですが、TIA は一過性の症状であり、TIA っぽい症状と TIA っぽくない症状があります。TIA が確定的な症状としては、数秒から数分間持続する脳もしくは網膜の局所症状、典型的な持続時間は1時間未満とされています。そして2指もしくは1指プラス顔面の運動障害、例えば例として2指の運動障害としては肩側の上下肢麻痺、1指プラス顔面の運動障害としては顔面と片目の麻痺などがあります。そして視野欠損もしくは片目の視力障害、失語もしくは高音障害とされています。 TIA の可能性がある症状としては不安定な歩行、複視、めまい、嚥下障害がありますが、これらは2つ以上の組み合わせで確定的とされています。そして健忘、昏睡、一過性意識消失、頭痛などの症状は一般的に TIA ではない症状とされています。 TIA の特徴的な症状として目に影響が出るということがあります。一過性黒内障という用語があって、内頸動脈の分子の眼動脈の虚血によって起こる一過性の片目の視力消失のことを言います。こちらは TIA の特徴的な症状の一つとされ、 TIA が目に影響が出る可能性があるということは重要事項として押さえていただけたらと思います。臨床症状や画像診断から TIA の疑いとなった場合には、その重症度をリスク評価する必要があります。 TIA のリスク評価には ABCD2 スコアもしくは ABCD スクエアスコアと呼ばれる方もいらっしゃいますが、このような表を用います。 A はエイジで60歳以上、 B はブラッドプレッシャーで血圧が140-90以上かどうか、 C はクリニカルフィーチャーズでこのような臨床症状があるかどうか、 D はデュレーションで持続時間がどれくらいか、2つ目の D がダイアビーティス、糖尿病の既往ということになっています。0-3点を低リスク群、4-5点を中リスク群、6-7点を高リスク群とし、リスク群が上がるごとに7日以内の脳梗塞の発症率が高くなっています。以前はこの表を用いて4点以上を入院推奨としていましたけれども、この低リスク群の約 20% に血管の優位狭窄や心房細動などの高リスク因子が見つかり、結局は低リスク群でも脳梗塞のリスクが高いという報告があることなどから、こちらはあくまで脳梗塞の発症率に関わる表であって、入院の基準としては推奨されないということになっています。続いて TIA と画像診断との関連について見ていきたいと思います。 TIA の定義のところで見たように、症状が24時間以内に消失していても拡散強調画像で高信号になる場合には TIA とは診断しません。よって TIA と正確に診断するためには画像診断が必要ということになります。ここからは TIA の重要な画像所見について見ていきたいと思いますが、フレアで血管高信号の所見がある場合、大血管の高度狭窄や閉塞、心房細動を有するリスクが高い報告があるということ、 ASL の管流障害がある場合、脳梗塞発症のリスクが高いという報告があること、原因精査として頸動脈の評価も重要という話を進めていきたいと思います。
それではフレアでの血管高信号について説明していきたいと思います。フレアは原理上90度パルスと180度パルス両方受けてエコー取得するわけですけれども、通常血流というのは低信号で描出されます。これはなぜかというと、仮に血流が90度パルスを受けたとしても、血流の流れによって180度パルスを受ける前にどっかに行ってしまうからと説明されることが多いです。90度パルスと180度パルス両方受けることができないため、血流が低信号になることをフローボイドと言います。しかし脳梗塞や何らかの血流障害によって血液の流れが限りなく遅い場合は話が別で、血流が低下した場合90度パルスと180度パルス両方受けることができるため、血管が高信号に見える場合があります。こちらをフローボイドの消失と言いますが、さらに血栓自体や停滞した血液が T1 カマの影響を反映して高信号になる場合も含まれますので、このように高信号に見えるとされています。こちらをイントラアーテリアルシグナル IAS、 フレアバスキュラーハイパーインテンシティ FVH、 アーテリアルハイパーインテンシティ、ハイパーインテンスベッセルサイなどの呼び名があります。TIA と診断するためには症状が24時間以内に消失し、拡散強調画像で低信号である必要がありますけれども、拡散強調画像で信号変化がなくてもこのイントラアーテリアルシグナルがある場合には、大血管の高度狭窄や閉塞、心房細動を有するリスクが高いという報告があり、仮に拡散強調画像で信号変化がなくてもしっかりとフレアで血管の信号を見るということが重要だと思います。続いて ASL について話していきたいと思います。 ASL はアーテリアルスピンラベリングの略で、非造影で血液の環流画像を得る撮影法となっています。撮影する範囲の少し上流側でラベルするためのパルスを打ち、このラベルされた血液が流れ込んでくるのを待って撮影すると、このような環流画像を得ることができます。 RF パルスでのラベルから撮影するまでの待ち時間のことをPLD、ポストラベリングディレイといい、技師が設定する重要なパラメータとなります。 ASL での環流画像は基本的には左右対称に描出されるはずですが、 TIA 患者で ASL の環流障害がある場合には脳梗塞の発症のリスクが高いという報告があります。よって拡散強調画像で低信号だったとしても、 ASL で環流障害があるということを見ることも重要ということになります。また ASL は予後を予想する因子があり、ATA、アーテリアルトランジェントアーチファクトと言いますが、ラベルされた血液が血管内に留まっている状態を観察することができます。こちらには2つの読み方があり、1つ目は、例えばこちらの症例のように、この部分に高信号がありますが、こちらはこの部分に閉塞点があることによって、ラベルされた血液が停滞することを反映し、閉塞点を示唆するATA ということになります。こちらはこの部分で血管がどん詰まりしている可能性がありますので、予後不良因子となっています。もう一つは側副血行路を示唆する ATA があり、例えば PLD1500 でこの部分に環流障害がありますけれども、少し待ち時間を置いて撮影するとこのように側副血行路を示唆する血管を観察することができます。側副血行路がある場合には予後良好となる場合がありますので、こちらのコロテラルを示唆する ATA は予後良好因子ということになっています。またこの ATA についてですが、ブライトベッセルアピアレンス BVA とおっしゃる方もいらっしゃいますので、これらの用語を整理していただければいいと思います。症例を提示します。74歳男性で一過性の右上下視脱力の症例です。拡散強調画像で高信号はなく TIA と診断された症例ですけれども、フレアをよく見てみると中大脳動脈のこの部分とこの部分、黄色の矢印で示した部分にイントラアーティリアルシグナルが見受けられます。 ASL を撮影してみると、この部分に血流の停滞を示す ATA が見受けられ、それよりも上のスライスではこの血管が栄養している部分に環流不良域があるように見えます。このことからこの部分に環流異常はありますけれども、拡散強調画像では高信号に至っていない症例として、超急性期の脳梗塞という解釈もできると思いますが、入院をし適切に治療することによってそれ以上の増悪なく退院された症例となります。続いての症例は TIA 疑いで画像診断をした際に拡散強調画像で高信号が見受けられた症例です。47歳男性の一過性の右下肢脱力が1週間前に起きた症例です。拡散強調画像でこの部分に高信号があります。 ADC マップを見てみると、 ADC 値は少し回復しているように見え、1週間前の急性期脳梗塞と一致する症例です。フレアでは同部位は高信号、そして MR アンギオグラフィーでは
この血管支配領域に位置する前大脳動脈のこの部分に狭窄が見受けられます。このように症状的には TIA を疑った場合に拡散強調画像で高信号となった場合にはティシューベース等の定義では TIA とは診断しません。ここで一過性の神経症状に関する用語を整理したいと思います。先ほどの症例のように神経症状が一過性でも拡散強調画像で急性期脳梗塞を認める症例をトランジェントシンプトムズアソシエティドインファクション TSI という用語を使うことが推奨されています。また症状が非常に重篤な場合ですね、意識障害や偏麻痺、失語など重篤な神経症状をきたしながら発症24時間以内に急速な症状改善を認める症例をスペクタキュラーシュリンキングディフィシット SSD という用語があります。こちらの SSD については非常に大きな側線がありそれが再開通することによって症状が回復したと思われますけれども、拡散強調画像の所見はあってもなくても良いというふうになっています。よってこちらの SSD という用語は急性期脳梗塞と TIA を含む概念ということになります。症状の大きさから心原性脳塞栓症が起き、そちらが再開通した場合が多いとされています。心原性脳塞栓症に関してはこちらの動画で詳しく解説していますので、心原性脳塞栓症について詳しく知りたい方はそちらをご参照いただけたらと思います。TIA の治療に関してですが、脳卒中治療ガイドラインでは一過性脳虚血発作を疑えば可及的速やかに発症基準を評価し脳梗塞発症予防のための治療を直ちに開始するように進められるとされています。よって TIA の治療方針を決定するためにしっかりと病型を理解する必要があるということになります。心電図モニターでの心房細動検出、頸動脈エコー、心エコーなどの病型診断に役立つ検査を行い、早期から病型やリスクに応じた再発予防に努めるということになっています。非心原性の場合は治療方針としてはアスピリンなどの抗血小板薬が第一選択となります。 ABCD2 スコアが4点以上の高リスクの場合にはアスピリン足すクロピドグレルの抗血小板剤2剤併用療法などが行われます。心原性の場合には一般的に抗凝固療法が行われると思います。またTIA の原因として頸動脈病変が考えられた場合は狭窄率を評価する必要があり、狭窄率が 50% 以上、なおかつ症候性の頸動脈狭窄に関しては頸動脈内膜剥離術 CEA や頸動脈ステント留置術 CAS などが行われる場合があります。頭蓋内の狭窄に関しては内科的治療が優先され、ステントの治療は進められないとされています。よってルーチンで撮影されていない場合にはこのような頸動脈 MRA を撮影することによってこの部分の狭窄を指摘することができ、治療方針の決定に役立つ場合があります。また頸動脈 MRA に加えてこのようなプラークイメージングを撮影することによってこのプラークが安定性なのか不安定性なのかなどの情報も提供することができ、原因決定や治療方針の決定にこちらも役立つ場合があります。しかしこのようなプラークイメージングは撮影時間が長い場合が多いので、そもそも医師がこの画像を求めているのかどうか、また術前に別で撮るのかどうかなどしっかりと医師とコミュニケーションをとって医師が求める画像をしっかりと提供するということが大切になってくると思います。それでは今回の動画の内容についてまとめさせていただきます。今回は一過性脳虚血発作 TIA についてまとめました。まず TIA の定義についてですが、ティシューベーストということで24時間以内に症状が消失し拡散強調画像で高信号があった場合には TIA とはしないため、 TIA の確定診断には画像診断が必要ということになりました。 TIA の症状については TIA っぽい症状と TIA っぽくない症状について整理しました。リスク評価として ABCD2 スコアについて説明しました。画像診断に関しては急性期脳梗塞用のシーケンスを撮影するといいと思いますが、拡散強調画像、フリア MRA などを撮影すると思います。その上で原因検索や重症度の評価に有用な画像について説明しました。フリアで血管の高信号がある場合には重篤な TIA となる場合が多いため、拡散強調画像で仮に高信号がなくてもフリアでしっかりと血管の高信号を評価する必要があります。ASL で管理異常があった場合には脳梗塞に発展する場合がありますので、こちらも重要な画像マーカーとなります。頸動脈 MRA がルーチンで撮影されていない病院に関しては、こちらを撮影することによって頸動脈狭窄の評価を行い、治療方針の決定につながる場合があります。
これらの重要な画像の特徴について理解した上で、最も重要なことは主治医としっかりとコミュニケーションを取ることだと思います。このような追加撮影を必ず撮るといったやみくもな追加撮影ではなく、主治医がどの画像を求めるのか、しっかりと主治医と聞き取りを行い、主治医が求める画像を提供することが放射線技師としては重要だと考えます。以上が今回の動画のまとめとなります。動画作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。